まずは挨拶からだ、トビ。いや、今はマダラと名乗っているとか。ここがよくわかったな。スパイとして各国を渡り歩き、暁の一員であった僕の情報網をなめない方がいい。サソリのスパイの一員だったな、薬師カブト。お前は暁の裏切り者だ。そう、二代目火影とオロチマル様しか使えなかった禁術。しかし僕で三人目、そして今はその二人をも超えている。でも安心してください、僕はここへ戦いに来たわけではない。何が目的だ。君と手を組みたい。手を組みたいだと？俺がお前と手を組んで何の得がある？近々戦争を起こすそうだね。その戦力を提供しようってことさ。ここにいるイタチ、サソリ、デイダラ、カクズ、そしてナガト、どれも強者揃いだ。それに僕の持っている駒はこれだけじゃない。見返りは？ウチハサスケ。何を企んでいる？別に何も。僕の興味は忍術の純粋な真理。その探求のためにはサスケ君が必要なだけ。生きた若くて繊細なウチハの人間が欲しい。断ると言ったら？僕が何の手札もなく君に会いに来るとでも？そう、君は断れない。貴様、それをどこで手に入れた？いろいろとね。でも安心していいよ、これは誰にも喋ってない。お前がここまでの器になるとは思っても見なかった。今お前と揉めてもこちらの戦力が低下するだけ。この木を狙ってここへ来るとは、用意周到なやつね。ということは？いいだろう、手を組んでやる。ただしサスケを渡すのは戦争の後だ。物分かりのいい方だ。さすがウチハマダラ、器が違う。生意気なやつだ。お前の持つ戦力を確認してから作戦を練り直す。ついてこい。以上の任務を暗部と連携を取り速やかにこなせ。はい。お疲れですね、師匠。戦争前だからな。やらなければならないことが山ほどある。はい。そういえばそろそろだな。え？そろそろナルトたちが雷の国に到着する頃だ。あ、そっか。あいつヤマト隊長に迷惑かけてなければいいけど。これからの戦争はナルトを守る戦争だ。それをナルトに感づかれないようヤマトたちには徹底管理してもらわなければな。ですね、ナルト。私も頑張る。だからあんたの方もしっかりね。